ウェズナー・ビュージックは、クロアチア系ドイツ人の元プロレスラーである、ザグレーブ生まれドイツ育ち、ドイツの GSW 及び秋を、主戦場として活動。2001年12月、秋初参戦で、秋世界タッグチーム王座獲得。2003年7月、GSW サマーブリーズトーナメント優勝。10月11日、絵は女子王座ダッシュ。2006年9月、 初来日を果たし、ドリームキャッチャー最終工業で光る相手に、絵は大座防衛と共に、NSG 王座獲得。ドリームキャッチャーが団体化した、プロレスリング3旗揚げ戦で、浜田文子とシングル。その後も01マックス及び3にて、アメージングコングや、パンサークローラと共に、外国人軍団、REM の一員として参戦。2007年1月14日。 ヒカルに敗れは王座陥落。5月27日、空位となったは世界女子王座を高橋七重、エーコングとのサンウェイで争うが敗れる。3月、エイプリルハンターを下し、初代 GSW レディース王座獲得。4月、イギリスグロスタシャーで開かれたチックファイト8で優勝。2008年、米国の女子団体シマーに初参戦。 メルセデス・マルチネスやエーコングと対戦した2010年4月11日怪我のため引退ありがとうございます。